白金ーゼとは、東京都港区白金及び白金台に居住する、専業主婦、または、近隣エリアに居住し、白金及び白金台で、ショッピング、食事などを楽しむとされる女性のこと。なお、由来となった地名である、白金は、正式には、白金と読み、落音はつかない。白金ーゼとは、公文社発行の女性向け月刊シベリーの、編集者であった。 相沢雅人が1998年に作った造語であるミラノッコを意味するイタリア語ミラネーゼをもじって生み出されたバブル景気後半頃よりマスコミや不動産業者などが仕掛け人となって発金、白金台の高級住宅地化が促進されたこともありその後ファッション誌やワイドショーを中心にマスメディアで頻繁に取り上げられることとなった1999年には パスタソースの CM で使われ、広く世間に知られることになった。基本的に、ハッキニその隣接エリアで生まれ育ち、高収入の夫を持つ、あるいは高収入の仕事を持つとされているが実態を伴った用護化は定かではない。古くからの住民は、女性誌によって作り出された、白金税に対して、読みのことも含めて冷ややかな見方をしている人も多い。 AB お金があることとステータスの現代使用募集、月間基礎知識2003年8から9月号、自由国民社1999年5月1日付読売新聞入管など。ありがとうございます。